もう少し離すとこなきゃダメ。離して運動方向中にセットして角度出すところ、はい、ね、ここはもう少しまっすぐ入って曲がってこなきゃダメ。距離取るときに向きも必要なわけ。これもう少し向き中の方がいいでしょ。それから回さなきゃいけない。内足立ちすぎだ。ほら、スタンス、スタンス、スタンス、こうまっすぐ入ってから曲げてくる。ギュンギュンギュン、おへその中心が少し中向いといて、セットしといて、おお、ちょっと待ってください。うん、まあでもエッチングは良くなってるよ。内スキーが少し立ちすぎてるから、もう少し内スキーの方向性出して、これね、またやるぞお前これ、危ねえぞ。そう考えたらでももっと縦に使え、縦に、横横に使うんじゃなくて縦に、縦に、また内膝立っちゃう。お願いします。ちょっとヒョンヒョン、内膝内膝内膝、遅れんな、ここスピード出ないね、かおら。あー、なんか雪渋っちゃったな。そうっすね、こんなピッチか。もうダメだ、雪が。早く日陰になってくれ。もう少し前半からこうももセット行き、行きながらこう荷重かけてくる。ここだ、落とさないとダメだ、ここだ。スピード死んだ、手逆だぞこれ。遅いタイミングが。ほら、落ちんな。上下動浮かされちゃダメだよ、浮かされた分遅くなっちゃうから。これケツ下がっちゃダメだよ、ケツ下がっちゃう。ピシッとロックかけて、ロックピシッと、ほら、
けいけいけー、こっからだって。そうちゃう。もう少し体中入れろ、ポールの中、ポールの中。ここ止めといて返し、中入れて、中入れて、遅い。ゴテゴテになっちゃダメだよ、ゴテゴテ。もっと早く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 。中入っといて、そっから軸が起きてくればいいの。まず中行かなきゃダメ。はい、もう少し中入れんね。ポールを目の視界の中に入れるな。もう次の次にとか。ヘアピンは相変わらずちょっと遅いんだよ、タイミングがね。叩くと視界伸びて間に合わないんだ、落差が。もう少し腰前だ。